はい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 、はい、どうもはいどうもはいはいどうも、ま、地蔵さんでーす。いやいや本当にね、はい、まあこのね、うん、コロナがなんだっていう時にね、うん、はいもう皆さん本当に、おい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 、まあ冗談でもやめてくださいよ、それ今一番やっちゃダメなやつだからね、それね。いやちょっと龍角散飲んだらむせちゃって。今飲むなよ。いやまさかね、でもこんな疫病が蔓延するなんて思ってませんでしたよね、これね。もうまさに末法の世ですよ、末法。全裸ってこと？いやマッパじゃねえよお前、ややこしくすんじゃないよお前は。まあ改めてですね、こんなご時世の中、花祭り園芸ショー2020に足をお運びいただきまして、皆さんありがとうございますね。まあ先ほど第1部の歌のステージで瀬古武史さんって方が歌われてましたけどもね。あ、さっき楽屋で会って結構いい人でしたよ。まあ今日のメインは我々ですけどね。やめなさいやめなさい。まああの瀬古さんもね、この後の花祭り歌謡ショーでもまた歌われますので、まあ皆さんお楽しみにしていただいて。いやいやいや、まあ本当ね、繰り返すんですけども大変な世の中ですよ。まあライブハウスとかね、まあ自公演自粛とかが続いてる中で、まあなかなかやる方も行く方も大変だっていう時にね、どうかしてるよね。やめなさいって。だからいやだって結構な騒ぎですよ。あの死亡者数もね、全世界で数万人立ってるんだから、まあ、だからうちらもね、本当は6地蔵なのに3人減っちゃったからね。いや死んでないよ、いるよ3人がそこに。あいつら死んでね、ちょっと否めないな、うん、まあまあでもそんなこの末法の世を救うのがね、この我々お地蔵さんの役目ですからね、弥勒さんが来るまでの間ね。まあだからここからちょっと我々の力の見せ所じゃないかなって思うわけですよ。いやそうは言っても最近世の中だんだんうちらのこと忘れてないですか。昔はあの地元の子供からお年寄りまでいろんな人が来たりとか、あとお供え物してくれたりとかね。ヤクルトとかね。ヤクルトあるね。あれ1本だけうちらにお供えして、あと4本持って帰って自分で飲むんだぜ絶対。いいじゃねえか、別に飲ませてやるよ、自分で買ったんだから。まあまあでも確かにそうだよね、忘れられていくっていうのは、あのある意味我々が時代のニーズとマッチしてないと言えるかもしれないよね。まあある意味ちょっといろいろ考えていく時期に来てんのかもしれないね、あの令和に入って。いやいろいろ考えていくって何よ。いやそらまああのいろいろですよ。あ出た、言うだけ言って考えてないパターン。じゃあお前どうなんだよお前、なんかあんのかよお前。ありますよ、だってこの令和の世ですよ今。やっぱあれよ、メディア戦略よ。まあジャニーズとか見てみよう、まあ、なんかリリースしたり重大発表の時は新聞広告一面使ってバーンと。まあ、待て待て待て、お前朝お父さんが新聞開いてバーンと、まあ、一面でお地蔵さんの写真出てきてみよ、お前困惑すんだろうがよ。あ、じゃあこれどうや、あのツイッター使ってさ毎日4コマ漫画やるって。やったやった、まあ、誰かがやって炎上したよお前、電通が。お前大体毎日ってお前何日やりゃいいんだよ。56億7000万年言うと思ったよ。まあでもこのご時世ですからね、まあ、SNS っていうのはまあせっかくだからねやっといた方がいいかなって思うんですけども、まあ、ただね俺いまいちわかんないのよあれが。あの、あるじゃん、あの、LINE とか、Twitter とか、Instagram とか。みんな、ま、どれやってんだろうな。あ、俺ミクシー。あ、俺もミクシー。古くないそれ。もう何まだいんの足跡つけるやつ。あ、まあ、あとあの、やっぱ多いのが YouTuber ね。あんなのほんと毎日よくやってんなって思うんだよね。やってみたらいいじゃん、うちらも。もう結構ウケると思うんだけどな。斬新だよ、あの、祈ってみた動画とかね。もう祈り方そんなライトでいいのかよ、まあ、でも、お地蔵さんが YouTuber ってちょっとおかしくねえか。いや、漫才やってる時点でおかしいよ。はい、どうも。今日もお地蔵チャンネルを見てくれて、どうもありがとうございます。よかったら、チャンネル登録とグッドボタンを押してくださいね。今日のお地蔵チャレンジは、てでーん。千バズルを全部ばらして、本当に千バルか数えてみた。やめろやめろやめろ、お前。まあ、限度があんだろ、お前。なんてことすんの、お前、まったく。まあ、だそういうやつがいんのよ。不謹慎なことやって、ちょっと目立とうとするやつがね。まあ、だからやるのはいいんだけど、企画が大事なんだってよ。じゃあ、あれどう？池の水全部抜いてみた、みたいなやつ。お、いいじゃん、それ。やれんの？風呂のお湯を全部抜いてみた。面白くねえよ全然。やってるよ俺も毎日。お前なんかないのかよ、まあ、面白い企画。いや、やっぱさ YouTuber もいいんだけど、俺 YouTube で映画の予告編とか見るのが好きなんだよね。だから映画やりたいんだよな。お前それ大きく出たな、お前随分な。 V シネじゃちょっと嫌なんだよな。贅沢言いやがって、お前何のこだわりだよお前それ。え、まあ、まあいいよお前。じゃあ例えばどんな映画よ。まあうちらこのままのキャラでまあいいと思うんだけど、しーって金と暴力だけが全てを支配する眠らない街、新宿。畜生道、修羅道、ガキ道、地獄道を渡り歩く、泣く子も黙る6人の男たち。血と金と、そしてそこに惹かれる男と女。シュッテー。
ロク地蔵。食いしねじゃねえかよ、思いっきり。それお前、全編歌舞伎町でロケだよ、お前。全部あるわ、お前。畜生堂も修羅堂も、ガキ堂も地獄堂も、全部歌舞伎町に。銭は儲けるもんやない。汗水垂らして奪い取るもんじゃい。やんなくていいんだよ、お前。しかも、めちゃくちゃ悪いもん側じゃねえかよ、お前。まあでも映画な。まあ確かに一度ぐらい、まあやってみたいよな。まあうちらやるなら、またどんなのがいいかな。まあホラーかな。まあ確かにちょいちょい出させてもらってますけどね、最近もあの犬鳴村とかね。ああ、確かにね。って未知のウイルスで人口の 90% が死滅したゴーストタウン、細々と生き延びる老夫婦がいた。微妙にタイムリーだな。って町は廃墟とかし、男の唯一の仕事もままならない。町に夜が訪れ、恐怖が押し寄せる。息を潜める老夫婦、遠くからうめき声が聞こえる。マジかよ。ズズズズズズと何かが張ってくる音、うめき声と何かを引きずるような音がだんだん近づいてくる。うわ、出た、怖え、それもゾンビじゃんよ。玄関の前でうめき声がピタリと止んだ。男はショットガンを手にして玄関に向かう。息を飲み、勢いよくドアを開けた。パーン。そこにはなんと、小判と着物と米俵が。傘地蔵。傘地蔵じゃねえか。もういいよ。どうもありがとうございました。